はいどうも、ミニマリストたけるです。本日もラジオ形式で動画を撮っていきたいと思います。本日の動画のテーマは、今日から生き方が変わるミニマリストの14の思考についてお話をしていきます。ぜひ家事をしながらだったり移動中に聞いてください。もしパパッと聞きたい方は 1.5 倍速、2倍速がおすすめです。で、本題に入る前にちょっと告知なんですけども、こちらですね、第1作目、第2作目の本を出版しておりまして、大変ご好評いただいております。まだ読んでない方、買ってない方がいましたら、ぜひこの動画の下にある概要欄に詳細のリンク貼ってありますので、そちらからご購入いただけたらと思います。そしてもう2点告知がありまして、1点目は何かというと、つい先日ですね、ブログを開設させていただきました。そちらでは動画公開後に数日後に要約したものを記事にするので、文章で復習したい方はですね、ぜひ概要欄からブログのチェック、フォローお願いします。そしてもう一点は何かというと、こちらですね、7月17日に東京でミニマリスト交流会を開催させていただきますので、参加したい方、興味のある方はコメント欄チェックしてみてください。ということで、ここからが本題ですね。改めまして、本日の動画のテーマは、今日から生き方が変わるミニマリストの14の思考についてお話をしていきます。で、今回動画でご紹介させていただくものはですね、以前からラジオ動画でもよく言ってきたことではあるんですけども、また復習がてら、本当に僕この5年ですかね、人生どん底から、もう貧乏でお仕事もなくて貯金もなくての状態から、まあいろいろ試行錯誤しながら本でも勉強したし、いろんな人に会っていろんな価値観に触れて、で、僕自身もいろいろ実践して行動してきたんですけども、だから昔と今では全然価値観だったりとか考え方とか、まあ、行動量とか行動の質だったりとか、まあ、そういうのが全然変わってきたわけですよ。で、今回は、まあ、その普段の僕の生活でね、仕事もしっかり、プライベートもしっかりなんですけども、まあ、どういうふうに考えているかとか、まあ、どういう考えに変わっていったかっていうのを具体的に、まあ、14個ですね、ご紹介させていただきます。なので、今回の動画を最後までご覧いただければ、家事の仕方とか働き方とか、まあ、仕事の仕方とか、まあ、プライベートでのその行動の仕方、勉強の仕方とかが変わってくるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ということで、早速一つ目からいきたいと思います。今日から生き方が変わるミニマリストの一つ目の思考、考え方は、着飾って見栄を張るより内側を磨くということですね。着飾って見栄を張るより内側を磨いていくっていうのは大事じゃないかなと思います。で、昔の僕はかなり見栄っ張りでナルシストっていうところもあったんですけども、やはり見た目に気を使いすぎてというか、自分をよりよく見せようと思いすぎて、まあ、結構そのブランド品を買ったりとか、無意味にね、身の丈以上のその金額のするものを着飾ってたりとかしてました。お財布を買ったりとか、スーツオーダーで買ったりとか、作ったりとかもしたし、正直今思うと無駄だったなって思います。まあ、いい体験経験にはなりましたけども、まあ今思うとですね、着飾って身を張っても何にも意味がないなと。まあ結局ボロが出るので、正直そういうところでお金とか時間とか使うよりも、内側を磨いてった方が人生が変わってきたなっていうのはありますね。で、具体的にどう内側を磨いていくのかっていうと、例えば思考、頭の中ですよね、勉強したりとか、いろいろ知識を吸収したりとか、ノウハウを身につけたりとかね、資格の取得でもいいですし、勉強でもいいですし、まあ、そういうところで思考を磨いていく、これも一つ体の中のことですよね。これも一つ大事だと思います。で、さらには体験とか経験を身につけていく、まあ、自分の頭の中にインプットするもよし、まあ、心の中をなんかその磨いていくというか、まあ、リフレッシュっていう意味もあるし、あとはその感情を豊かにするというか、感性を豊かにするっていうのも一つ大事だから、まあ、例えば旅行に行くとか、いろんなご縁を大事にしていくというか、まあ、いろんな人に出会っていくのも大事だと思うし、あとは行動を変えていく、これも経験とか体験にも近いんですが、まあ、普段のね、そのプライベートでも仕事でもそうなんですけど、いつも同じ行動してたら全く人生って変わらないわけですよ。もし仮に皆さんの人生が今どん底で、何らかのトラブルとか問題が出ているっていうことは、過去の行動習慣が引き金になってるわけですよ。だから何かしら今から、今日から、明日から違う行動をしていかなきゃ、また同じ問題起きてくるわけですよね。
そうだから着飾っても何にも問題の解決にもならないわけだから、行動を変えていくとか、あとは人によっては筋トレ、まあ、特に男性であればやっぱり体を鍛えていくとやっぱり自信にもつながるし、まあ、女性もしかりかもしれないですけども、やっぱり一つ体型っていうところ、筋肉のつき具合だったりとか体脂肪率だったりとか、そういうところもやっぱり一つ行動力だったりとか自信だったりとか姿勢とかにも影響してくると思うし、で人ってその姿勢とか体つきだったりとかによってやっぱりその思考とかも変わってくるわけですよ。まあ、姿勢と思考も大きな密接関係がありまして、やっぱりね、猫背になって視線が下になりがちだとやっぱり憂鬱になりやすかったりとか、行動が消極的になりやすいっていう研究データとかもありますと。逆にこんな風に胸を張って背筋をピンと伸ばすとやっぱり自信があるように見えて、まあ、自信があるように思えてきて、行動が積極的になったりとか、フットワークが軽くなったりとか、まあ、こんな風になんかハキハキ喋られるようになるとかね。そうだから結構そういう筋トレをするとか姿勢を整えるとか、そういう風に内側を磨いていく、もので着飾るよりも内側を磨いていくっていうのはすごく僕は大事なことだと思っています。で、まあ、これは本当に結果論なので、まあ、どこまで科学的に正しいかっていうのは正直わからないですけども、着飾っていた頃よりもその内側を磨くようになって数年経ったわけですが、そっちの方が間違いなく仕事もうまくいくようになったし、人間関係も豊かになったし、まあ、貯金とか収入とかね、お金面だったり時間面だったりとか精神面もより良くなっていたので、あくまで個人的な体験談から言わさせてもらうと、やっぱり着飾っていた時の時代よりも今内側を磨いている時の方がすごく幸せなので、ぜひね、皆さん着飾って身を張っている場合はもうそういうものはね、もう全部手放していただいて、内側を磨けるように今日から意識して行動してほしいなと思います。では続いて2つ目ですね。今日から生き方が変わるミニマリストの2つ目の思考は、羨ましがるより自分を磨くということですね。羨ましがるより自分を磨いていくっていうのも大事じゃないかなと思います。まあ、さっきの話にもちょっと近いんですけども、まあ、結論から言うと、人のことを羨ましがっても何にも始まらないし、何にも変わらないわけですよ。どうやったら人生が変わっていくのか、自分の人生がより良くなっていくのかといったら、自分を磨いていくこと、自分の人生を変えるために行動すること、これしかないんですよ。だから自分をどんどん磨いていく、まあ、さっきも言ったように勉強するとか、お仕事頑張るとか、価値観、いろんなご縁をつなげて、いろんな人に会っていろんな価値観に触れていくとかね、価値観を磨いていくとか、いろんな経験体験をするとか、スキルを何か身につけるとか、行動を変えていくとか、筋トレをするとか、まあ、そんな風に自分を磨いていかないとやっぱり人生って変わらないし、僕も昔はね、結構いろんな人に妬ましく思ってたりとか嫉妬したりとかしてたんですけども、まあしょうがないないのかなとは思います、やっぱり人間なのでね。だけど、まあ、今でもありますけども、やっぱり昔と何が違うかっていうと、昔は本当に妬んでもう悔しいで終わってたんですよ。でたまにその人の悪口言ったりとか、会社の悪口言ったりとかしてたけど、何にも変わらなかったんですよね。むしろ惨めになっていく、どんどん惨めになっていくし、やっぱりそんなね、ぐちぐち言ってる人間、イライラしてる人間、ネガティブな思考だったり感情を持ってる人間にやっぱり基本人って近づいてこないわけだから、まあ、嫌われてたと思うし、もちろんねお金も増えないし、で逆に今ではどうかっていうと、羨ましく思うことはあります。正直ね、僕より全然すごい人とか実績がある人とか、まあ SNS とかでも結構キラキラしてる人いらっしゃるじゃないですか。でも僕が何が変わったかっていうと、じゃあその人から何か学べることはないかなとか、まあ、自分だったらどうするかなとか、自分がその人に近づけるためにはじゃあ何をしたらいいんだろうっていう風に、まあ、その人の存在を自分の人生生活に落とし込んで、どうやったらいいだろうっていう風に、まあ、自分磨きにつなげていくようにはしてますね。そこが昔と今で全然違うところなので、まあ、嫉妬したところで、人のことを羨んだところで何にも始まらないし、何にも変わらないので、とにかく自分の人生生き方につなげていく、自分磨きにつなげていくことがすごく大事だと思います。まあ、結論、嫉妬の感情を手放しましょうっていうことですね。持つことはいいんですよ、持つことはいいんですけども、その感情を手放して自分の成長につなげていく、自分磨きにつなげていくっていうのが結論大事だということですね。
ね。続いて3つ目参りたいと思います。今日から生き方が変わるミニマリストの3つ目の生き方は、物を買うと不自由になる、時間を買うと自由になるという、まあ、シンプルな考え方ですね。物を買うと不自由になって、時間を買うと自由になるというふうに僕自身は考えています。以前のラジオ動画でも言ったんですけども、僕は本当に物欲がなくてなくなっていったんですよ。で、なんでかって言ったら、物よりもお金の方が大事だし、要は物を買うとお金が出てくるわけじゃないですか。だから物を買うよりも貯金したりとか投資にお金を回したいと思ってるから、お金を大事にする。で、さらにはお金よりも時間の方が大事だと僕は普段思ってるんですよね。だから物よりお金、お金より時間っていう考え方だからこそ、本当に物欲が減っていって、物は本当に買わないんですよ。まあ、人によってはもちろん物を減らして物をブラッシュアップさせるっていうところで、まあ、ミニマリストさんでもいろんな物を買ってる方とかもいらっしゃいますけども、あくまで僕の場合は物を買うとやっぱ不自由になる。空間的にもそうだし、金銭的にもそうだし、時間的にも不自由になると思ったから、もう本当に買わなくなりましたね。で、僕の人生の最大の目的というかモットーっていうのがあって、やっぱり自由に生きたいんですよ。精神的にも空間的にも金銭的にも時間的にも、とにかく自由に生きたいんですよね。それが僕の人生のポリシーというか目的というかで、きっと皆さんも自由に生きたいと思うんですよ。縛られる人生、制限がある人生ってやっぱり嫌じゃないですか。そうだから僕は本当に物は買わなくて、お金も大事にしたいし、で、その大事にしたお金で時間を買うようにしてきた結果、すごく、まあ、自由な時間が昔と比べて増えたし、まあのんびり暮らせるようにもなったし、やりたいこととか好きなことが思う存分できるように昔と比べたらなってきたかなと思います。まだまだ僕もね、成長段階ではあるので、もっともっと自分よりね、経済的に豊かだったりとか、時間的にも精神的にも空間的にも豊かな人はたくさんいますけども、まあ、ここ数年でね、まあ、そんな風な価値観で生きてきたからこそ、まあ、すごく自由にも慣れてきたかなっていうのはあるので、ぜひ皆さんもですね、物を買うよりもお金を大事にしていただいて、で、そのお金よりも時間を大事にする生き方で、その普段から意識してね、行動していくと、だいぶ生き方、暮らし方、人生が変わってくると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。続いて4つ目参りたいと思います。今日から生き方が変わるミニマリストの4つ目の思考は、嫌いな人を作るよりいいところを学ぶ、真似る、仲間にするっていうことですね。嫌いな人を作るよりいいところを学ぶ、真似る、仲間にするということです。まあ、これつまりどういうことかというと、まあ、僕は割とこの性格的にですね、あんまり嫌いな人っていないんですよね。これなんでかなと思った時に、まあ、いろいろ嫌いな人の要素多分いろいろあると思うんですけども、あくまで僕の中での価値観としては、嫌いな人って多分自分と価値観がすごいずれてるか、もしくはそういう人になりたい憧れっていうところから来る嫌いだと僕は思っていて、まあ、羨ましいの反対が嫌いじゃないかなっていうのはあるんですよ。つまり自分もそうなりたいけど憧れてるんだけどできない自分がいて、もうそのギャップが大きいから、まあ妬ましく思ってしまったりとか、その人のことが嫌いってなっちゃうんじゃないかなって思うわけですよね。で、これなんでそういうふうに思うようになったかっていうと、もうすごく昔精神的にも子供っぽかったというか、自立していなくて、まあ、すごい負の感情をたくさん持ってたから、まあ、うつ状態になったというか、まあ、精神的にもかなりやばかったんですけども、ある時にその心屋仁之助さんの本をきっかけに、まあ、いろんなその心理学を読んでいった結果、じゃあそのなんでその嫉妬というか嫌いっていう感情が出てくるのかっていうと、まあ、いろんな要素はあるんですけど、僕がすごいピンときたのは、その人に羨ましがってるというか、その憧れてるからなんだみたいな、その感情が大きくなりすぎてもう嫌いっていう風になっちゃうんだよみたいなことが書いてあって、あ、確かにそうだなと。例えばですけど、なんかわがままな人とか、なんか自由奔放な人って、もちろんそれがいいっていう人もいれば、あいつはわがままだとか、なんか勝手すぎるみたいな風に、まあ、妬ましく思っちゃう人とかもいるじゃないですか。で、きっと皆さんもそういう人いらっしゃると思うんですよね。なんか自由に生きてる人が嫌いとか、なんかもう言いたい放題言ってる人が嫌いとか、なんか法律違反ではないですけども、なんか結構ギリギリのところを責めて、なんかあいつはあだこうだ言ってて、あいつは嫌いだみたいなことを思っている方もきっといらっしゃると思います、皆さんの中にもね。で、僕も昔はそうでした。だから僕はその考え方を改めて、自分がもしその嫌いと思っちゃったりとか、なんかあの人目につくなとか、いいだなって思ってるってことは、きっとあの人のその人の何かを羨ましいと思ってるからなんだって考えになってから、結構嫌いな人が減ってったわけですよ。つまり
その人から何か学べることはないか、何かいいところがあると思ってるわけだから、そこから吸収できることはないかって考えるようにしてますね。だからまあさっきの話ともつながってくるんですけど、とにかく自分の成長だったりとか、まあ、自己実現ですよね、夢とか目標のその叶えるためにつなげていく、それもやっぱり自分の人生をより良くしていくために、自己実現していくために、ちょっと価値観はないけど仲間に引き入れたりとかね、そうすることによって向こうの方はねどう思ってるか分からないですけども、まあ、自分の成長にもつながるわけじゃないですか。いろんな価値観に触れられるし、情報もキャッチできる。例えば自分のその自由な時間が生まれたりとか、会社の売り上げが上がったりとかっていうところで、よっぽど気が合わなければ喧嘩とか多くなったら縁を切ればいい話で、まあそこまではね全然仲間に引き入れて一緒に仕事をするとか一緒に過ごすとかね、プライベートで会ってみるっていうのは全然ありじゃないかなって思います。あくまで僕の実体験ではちょっとね価値観が合わないなとか、まあ、生き方も違うし働き方も違うし、ちょっとうんって思うところはあったんですけども、実際会ってみると意外にいい人なんだなとか、あ、ここはすごい共通してる部分だなとか、いろいろ学べることがあったから、まあ、1回2回ぐらいは会ってもいいと思います。で、2、3回会っても、まあ、ちょっとこの人と一緒にいたくないなとか、もう本当にねもう嫌悪感が半端ないと、もうストレスがかかってくる場合は、まあ、その人とちょっと距離を置いたりとか縁を切るっていうのも必要だと思いますので、まあ、ぜひね人間関係とかもそんな風に見直してみたりとか、まあ、その関係を築くとかねやってみてください。続いて5つ目参ります。今日から生き方が変わるミニマリストの5つ目の思考は、なんとなく生きるのではなくて意識して生活するっていうことですね。なんとなく生きるのではなくて意識して行動する、これも一つ大事なことだと思います。昔の僕はですね、もうなんとなくで生きてました。もうなんとなく家計管理をしても、家計管理してなかったんですけども、まあ、どんぐり勘定でね、まあ、大体収入これぐらいだからもうこれぐらい使ってもいいだろうみたいな感じでやっていたし、あとはなんとなくで仕事してたりとか、なんとなく休日を過ごしていたりとかで、もう何にも意識せず時代の流れだったりとか、まあ、時間の流れというか周りの人間関係の流れというかお誘いとかね、そういうので何も考えずに思考停止状態で生きてたからこそ、まあ、何も人生変わらなかったというか、まあ、病気になったりとか何かトラブルを抱えても、まあ、自分一人じゃ何も解決できない状態まで追い込まれちゃったわけですよ。で、きっと皆さんの中にもそういう方いらっしゃると思います。だけど、まあ、後でももしかしたら話すかもしれないですが、やっぱり自分でしっかり考えて行動していく、まあ、自立していく、自分一人でもなんとか問題を解決できるように、暮らしていけるように、人生を一歩ずつ前に進んでいけるようにしていかなきゃいけないんだと思うんですよね。だから僕自身は、まあ、ふとねその人生どん底味わった時から、当時ねその周りに甘えてばっかりだったから、まあ、こういう風になったんだと、なんとなくで生きてきたからこんなに今苦労してるんだと、甘えてきたし楽したいと思ってたからそういう風になってるんだと思って、そこからやっぱり意識してお仕事するようになったりとか、家計管理も意識してするようになったりとか、その一つ一つの行動に意味付けをしたんですよ。なんで自分はこの行動しなきゃいけないのかとか、今この行動は本当に意味があるのかみたいな、今の自分に必要なのかそうじゃないのかみたいなのを、一個一個の行動タスクだったりとか、お仕事に対してもそうだし、人間関係もそうだし、本当に一個一個の行動、まあ、考え方もそうかもしれないし、その感情だったりとか、まあ、本当に自分の人生とか生き方とかと向き合っていったからこそ、まあ、余分なものが見えてきて、そういうの全部所業として、まあ、物もそうですよね。なんで自分はこれを持ってるんだ、本当にこのものが必要なのかとか、本当にそういう風に意識して暮らすようになってから、まあ、本当に少しずつですけども、まあ、そんな瞬間的にね今日から人生変わるとかではないかもしれないですけども、やっぱり意識するようになってから変わりましたね。その起床時間もそうですし、朝のルーティーンもそうですし、なんでこの時間に寝てるのかとか、なんで今日はこの服を着るのかとか、もうそういう一個一個の行動に意味付けをしていく、意味が出てこないもの、目的とかメリットがないものに関してはどんどん切り捨てるようにしていきました。だから物だけではなくて、行動だったりとか思考とかも、その無駄な思考とか発想とかも本当なくなったから、思考もクリアになったし、まあ、考えるべきこと、やりたいこととか好きなこととか、その目標実現のためにそういうところになんか思考を使えるようになったというか、時間を使えるようになったので、そういうところがきっかけでね、一個一個の行動に意識できるようになったから、まあ、生活とか生き方とかも徐々に変わってきたかなっていうのは実感としてあります。なので結論、もう普段からなんとなく仕事をしてるとか、なんとなく人付き合いをしてるとか、なんとなく休日を過ごしているとかいう方は、ぜひね
意識して行動するようにしてみてください。続いて6つ目参りたいと思います。今日から生き方が変わるミニマリストの6つ目の思考は、言い訳をするよりまず動く、迷ったらやる、ダメ元で動くということです。言い訳をするよりまず動く、迷ったらやる、ダメ元で動くということです。これよく言うことなんですけども、やはりね、人生うまくいかない時とか、うまくいってない人とか、お金がない人、貧乏な人っていうのは、昔の僕もそうだったんですけども、やっぱり言い訳がめちゃくちゃ多かったです。これよくラジオ動画でも言いますね。お金がない、時間がない、スキルがない、知識がないとか、学歴がないとか、容姿がとかね、いろんな言い訳を並べてもう行動してなかったんですよ。そうじゃないと、やっぱりさっきも言ったように、行動しないと人生変わらないなと。自分が変えていかないと、周りを変えようとしても何にも変わらないし、時間とお金ばっかり奪われちゃうから、とにかく自分が変わらないとだな、自分が動かないとと思ってから、やっぱり少しずつ周りの反応も変わってきたし、結論から言うと、その居心地が悪くなっちゃったんですよね。その自分が動くようになってから、やっぱり反感も買ったりとか、批判もされるし、後ろ指も刺されたし、白い目でも見られたし、あいつはああだこうだとかね、言われたりとかしたので、やっぱり自分が変わると本当にその環境が居心地が悪くなりますと。で、結論、僕本当にそれがよくて、やっぱり居心地が悪くなったから別の環境に飛び込もうってなれたわけですよ。もっと自分のその次のステージに進むってなった時に、そのステージにふさわしい環境というか、物もそうですし、人もそうですし、時間とかお金の使い方だったりとか、人間関係とかね、そのいろんな要素、意味で環境を変えようと思ったから、それがかえって良かったですね。だから行動すると本当に変わるんですよ。なので、もう言い訳はもう極力しないと。できない言い訳を探すんじゃなくて、できる根拠を探していく。例えば今だったら、時間があるなとか、多少なりとも貯金があるなとか、こういう人と関わればうまくいくなとか、そういうできる理由を探していくことってすごく大事だなと思います。で、あとはその迷うっていうことは、失敗するかもしれないみたいな、恐怖とか不安が出てきたりとか、うまくいくかもしれないけども、やっぱりその後ろ指刺されることが怖いとか、今の人間関係を崩すのが嫌だとか、だから会社からわーわー言われるんじゃないか、上司部下から白い目で見られるんじゃないかみたいな、本当にどうでもいいことを考えちゃうから迷ってると思うんですよ。だけど本当に迷うっていうのはもったいなくて、迷ってるってことは本当はそういうことがしたいっていう、願望の表れなわけですよ。だから、ストレスを溜めない意味でも、人生を変えていく意味でも、やっぱりその自分の心に従っていくってすごく大事なことだと思うんですよね。そう、だから僕自身は極力迷ったらやるようにしています。もちろんその経済的なものだったりとか、時間的な要素もね、絡んでくるので、いきなりでかいことドカーンとはできないかもしれないですけど、今の自分だったら何ができるかなっていうのを考えて、スモールステップでできるように動いていきますね。でプラス、人生って本当に失敗はつきものなんですよ。以前も言いましたけど、やっぱり僕たち日本のその教育のその学校時代にね、学んできたことって、その丸か×かで、バッテをもらったらダメだみたいな、もう100点満点を常に目指しなさいみたいな教育を我々は受けてきたわけじゃないですか。その正解は1個しかないですよみたいな、1たす1は2で、3たす3は6でみたいな感じで、何か足したり引いたりとかして6になるものは何ですかみたいな、その答えとか、そのテストじゃなくて、教育じゃなくて、何と何をしたらこうなるみたいな、その考え方とかしかできないから、本来のね、我々日本人の教育ってそういう風に受けてきたから。そうじゃないと、人生っていろんな選択肢があって、いろんな答えを見つけに行って、失敗しても、じゃあ次正解もらえるためにどうしたらいいんだろうって考えていくことってすごく大事じゃないですか。だから僕のこの数年間の人生の教訓としては、もうバッテンをもらってもいいと。それこそ世間的にね、周りの友達とか家族から、会社の人から、周りからとにかくバッテンをもらってもいいと。でそのバッテンを丸に変えていくってすごく大事だなと思ったんですよね。そうだから、さっきも言ったように、もう当時ね、それこそ僕自身めちゃくちゃ貧乏で、そっから YouTube やるってなった時、YouTube を本職にするってなった時に、もうめちゃくちゃ叩かれたし、それこそ後ろ指も刺されました。若干健康とか、同性とかも反対された部分もあったし、YouTube 始めた時から、登録者100万人目指したいとか、本出したいとか、セミナー講師になりたいとか、結構ね、大きな夢を語ってたんですけど、やっぱり、ボロクソ言われるわけですよ。お前じゃ無理だとかね。そう。だけど、僕自身は、そんなことはもう意見には耳を貸さずに、悔しいなっていう思いはありましたけども、その反発心
心というか反骨心というか、まあいい意味でね、そのブラックエンジンとして動いてくれたから、まあここまで来れたのかなっていうのもあるし、まあやっぱり人生ね、その失敗はつきものだっていう前提で動いてきたから、まあ今の僕がいるんじゃないかなと思います。だから失敗してもいいと、だけどその失敗から何かを学んで次の行動につなげていくっていうのは、まあ本当に綺麗事に聞こえるかもしれないですけど、本当に僕は大事だと思います。だからもう口だけ動かしてる人、ああでもないこうでもないってか、あいつはああだこうだ言ってる人って本当に丸しか許せないっていう方だと思うんですよ。そうじゃないとバッテンも認めていこうよというのが僕自身は大事だと思います。だから自分の弱点とも向き合わなきゃいけないし、自分のダメな行動とかも本当に向き合っていかなきゃいけないんですよ。他人から言われることじゃなくて、自分がどう思うか、どう思ってるかっていうのはすごく大事ですね。自分が思うバッテンとかその弱点とか、そういうのを見つめ直していくっていうのも大事だと思いますね。そう、あと言動によって、自分の言動によって一個の事実があるわけじゃないですか。こういう出来事が起こったと。でその出来事が、まあ、バッテンなのか丸なのかは分かんないですが、バッテンが起こった時に、不正解っていうか失敗が起きた時に自分はどう考えるか、次のアクションはどう取るかっていうのがすごく大事です。そう、周りがどう行動するとかどう言われるかは関係なくて、自分が次どうするかっていうのがすごく大事だと思いますので、まあ、結論、もう言い訳はしないでくださいと。まず動いてください。迷ったらやってください。ダメ元で失敗を正解に変えていってくださいと。失敗はもう前提としてね、動いていく、ダメ元で行動していくっていうのはすごく大事だと思います。続いて7つ目参ります。7つ目はですね、人任せにするよりも自立する、一緒に頑張るっていうことですね。人任せにするより自立する、一緒に頑張るということです。まあ、これはどういうことかというと、昔は本当に人任せにしてたんですよ。まあ周りが頑張ってくれるかなというか、重い荷物をね、何人かで持つ時も、まあ、自分だけ手抜いても周りがね、頑張って持ち上げてくれるから大丈夫だろうみたいな、自分一人頑張らなくても別にいいだろうみたいな感じで思ってた時っていうのは、やっぱりそういうのって周りにも気づかれるし、やっぱり自分のためにはならないですよね。だから、まあ、基本的なそのベースとしてね、お仕事を頑張って1ヶ月に必要な収入稼いで、まあ、貯金もある程度して、でご飯も食べて掃除もしてっていう、本当にベースの部分はちゃんと自立しなきゃいけないなと思います。もちろん金銭的な事情によって自宅にね、ご実家に住まれてる方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的なその衣食住とかね、買い物とか家にお金を入れるとか、まあ、そういう部分でやっぱ自立していくってすごく大事じゃないかなって思います。ここで言うと結構ね、本当にありがたいことって言ってるのか分かんないですけど、僕ね母子家庭で育ったので、もう自立せざるを得なかったんですよ。やっぱり親が一人親でずっとね、朝から晩まで働いてたから、まあ、基本一人で家にいることが多かったから、まあ、例えば洗濯も手伝っていたし、まあ、手伝わなきゃいけないと思ってたんですかね、当時はね。洗濯も嫌だけどやってたし、料理したり食器洗ったりとか、まあ、勉強もしたりとか、自分の部屋の掃除したりとかっていうところで、他の人は割と自立できてたのかなって思ってたりとかもしました。なので何が言いたいかっていうと、あまりにも人任せにしすぎると、その他人に依存しちゃうから、そのもろにダイレクトに他の人の人生が自分にダイレクトに影響しちゃうわけです。その人が辞めたとか、なんかその人がいろんな問題トラブルを抱えると自分にも影響を受けちゃうわけじゃないですか。そうだから、影響をなるべく受けないために自立するっていうのも大事だと思うし、あとは、まあ、やっぱりその自由な時間を生み出すとか、自分の苦手なことを人に任せるっていうのはもちろん大事かもしれないですけども、僕自身、まあ、仕事でもプライベートでも意識してるのは、まあ、極力自立するっていうことと一緒に頑張ると、もう丸投げするんじゃなくて、その並行して同時にみんなで一緒になんか並んで二人三脚で進んでいくっていうイメージで僕はやってますね。だから僕が頑張るからあなたも頑張ってね、であなたも頑張るから僕も頑張るみたいな感じで並行してね、同じ向きを向いて頑張るっていうのはすごく大事なことだと思います。もう丸投げして自分はぐーたらするっていうのはちょっと間違いじゃないかなと思ってますね。続いて8つ目参りたいと思います。8つ目はですね、無理をするよりマイペースで頑張っていくっていうことですね。無理をするよりマイペースで頑張っていくということです。まあ、これはいくつかの理由というか根拠があるんですけども、まあ、昔僕自身ね、無理して働いてた時がありましたと。もう月に2日しか休まずに、1日の労働時間が10時間を超えてね、もう本当に日によっては13時間14時間働いて、もう家に帰るのは寝るのとご飯食べるのだけ、あとはもう基本的には働く時間みたいな時期があったんですよ。でもちろんそれもいい経験ではあったんですけども、まあ、結果的に1年とか1年半後に体調を崩してしまって、まあ、半年とか1年ぐらい自宅療養せざるを得ないぐらいの体調を崩したんですよ。そうだから、その経験から何が学んだかっていうと、無理はしちゃいけないなと。
もちろんお金を稼ぎたい気持ちもわかるし、その人との競争でね比べて頑張りたいっていうのもあるけども、やっぱり自分のペース、心地よいペースを守っていかなきゃいけないなっていうのはありますね。やっぱり人それぞれ家族構成から趣味思考から何が幸せと思うのかも違うし、やっぱりその人のそのどういう状況に環境に置かれてるかってやっぱり本当に一人一人違うから、自分のペースを守っていくっていうのは大事だと思います。やっぱりたまにね、その期間限定で全力疾走するのも大事ですよ。そういう経験も大事だと思うんですけども、やっぱり人生って長いので、もうフルマラソン以上に長いので、やっぱり自分のペースを守ってしっかりゴールすること、そこを目標にした方がいいんじゃないかなって僕は思ってるので、もう他人がどれだけ速いスピードで走っていようが、周りがどんだけね遅いスピードで走っていようが、僕は僕のペースでやりたいようにやっていく、走りたいように走っていく方が結果うまくその回るようになったというか、早く走りすぎても、その早く走りすぎてるから、その目の前のところしか見えないわけですよ。周りが見えなくなるというか、その危ないじゃないですか。その例えばね、運転するにしても、例えば一般道で100キロとか150キロで走ったらめちゃくちゃ危ないですよね。周りの急な変化に対応できないじゃないですか。人がパッと飛び出してきたりとか、その黄色信号の時にその止まるのか進むのかみたいな迷ってても、その迷ってるその数秒でも何十メートルと進むから危ないわけですよ。で、逆にノロノロ運転で走ってると、後ろからねクラクション鳴らされたりとか、まあいろんな人に迷惑かけちゃうわけだし、時間もすごくかかるわけじゃないですか。だから自分が安全だと思いながら心地よいスピードで徐々に進んでいくっていうのは大事だと思うし、まあ結論から言うと自分のペースで進んでいくっていうのが大事じゃないかなと。最初はノロノロ運転でもいいと思うんですよ。怖いとか不安だと、まあその免許取り立ての頃ってやっぱどうしても怖いから、ちょっとねスピード落として運転してたりとかしたと思うんですけど、皆さんもね。そうだけど、徐々に慣れてきたらちょっとずつスピードを上げていって、自分が進みたいスピードで、運転はダメですけどね、人生を歩むスピードは自分が進みたいスピードでやっていくっていうのが大事じゃないかなって思います。もちろんすごい人とか憧れの人がいたら、その人が歩んでるようなスピードで自分もやってみるというのは としては大事かもしれないですけども、まあ、それを経験して、じゃあ今度自分はどう行きたいかとか、どのスピードでどのペースで進んでいこうかっていうのを考えて実際にやっていくっていうのは大事じゃないかなって思います。続いて9つ目参ります。9つ目は一発逆転より地理積もを大事にするということですね。一発逆転より地理積もを大事にするということです、まあ、これはどういうことかというと、まあ、人生どん底の人にありがちなのかなと思うんですけども、僕も昔ですね、もうお金もなかった、会社勤めもきつかったし、まあ、なんか一発逆転できる、楽にお金稼げる方法ないかなみたいな風に思ってたわけですよ。だけどそう考えてるとやっぱ詐欺にも合うし、結果近道なようで遠回りだったんですよね。今でも思うのは、コツコツと続けることが結果遠回りのようで近道だったし、まあ、さっきも言ったように、その一発逆転を狙うって結構猛スピードで進んでいかなきゃいけないから、結構危険なんですよね。リスクが伴うと。だけど僕の場合は安全志向というか、やっぱり安心して前に進んでいきたいっていうところがあるので、まあ、ウサギとカメだったら結構カメタイプなんですよ。だから僕の場合は塵も積もればで、まあ、コツコツね、こんな風に毎日動画撮ったりとかする方が性に合ってたんですよ。で、結構人生変わってきたので、大体の方ってそうだと思うんですよね。一発逆転狙うよりはコツコツやる、まあ、貯金もしっかり、家計簿もしっかり、お仕事もしっかり、人間関係もしっかり、そういう日々の積み重ねがすごく大事だと思いますので、ぜひ一発逆転を狙うっていうよりは、本当に1年そして3年5年10年っていうね、まあ、短期的な目標もしっかり、中期的長期的な目標も立てて、コツコツ努力していくっていうのがすごく大事じゃないかなって思います。あとはどん底の方にね、特に言いたいのは、まあ、なぜどん底なのかといったら、日々の習慣がその状況を作ってるわけなので、本当にね、一発逆転を狙うっていうのはまずやめた方がいいかなと。現実を見てコツコツとね、理想の人生に向かって一日一日を生きていくっていうのは大事じゃないかなって思います、はい、まずはその足元を見るところから。あんまりにも未来見すぎて、まあ、宝くじ当たったらいいなとか、仕事でね一発逆転狙おうとかっていうので考えるんじゃなくて、まずは現状を見て、足元を見て、自分の姿を鏡で見て、一歩ずつね、その目線を上に上げていくという
というか現実から見て徐々に徐々に未来を見ていけるようにしていくっていうのがすごく大事じゃないかなって思います。結論はもう一発逆転狙うよりもチリツモでやってた方が確実に人生は変えられるかなというのはありますね。一発逆転狙うと不安要素もかなり大きくなってくるしリスクもだいぶあると思うのでチリツモでやってみてくださいということですね。続いて10個目は過去や未来よりも今を大事にするということです。過去や未来よりも今を大事にするということです、これよく言ってることなのでさらっと流しますが、過去を生きてる人、過去に執着してる人とか未来を生きすぎてる人、それこそ理想の人生ばっかり思い描いてばかりでその今がないがしろになってる人とかはやっぱり人生うまくいかないですよ。何にも変わりませんと去年と同じことを言ってたりとか去年と同じ目標を掲げてたりとかするんじゃないかなと思います。で、何ら目標が叶わないし人にもよるかもしれないですけど周りにどんどん追い越されていくというか、もちろん自分のペースっていうのは大事ですけども、どんどんねその自分の後輩にも追い抜かされるみたいなことが起こってくるんじゃないかなって思いますね。そうだから過去はもう断ち切った方がいいと思います。過去に執着すると過去の延長線上でしか生きられなくなるので、昔ああだったからこうだったからその延長線上で生きるってなるとやっぱり人生何も変わらないし、枠にはまっちゃう生き方になるからやめた方がいいと思います。もう過去はスパッと切ってくださいと。もう過去はどうでもよくて今どう生きたいかというかこれからどう生きたいかっていうのが大事にしてほしいですね。で、未来も見すぎて何にも今行動できないと本当に人生変わらないから未来を思い浮かべることは大事なんですよ。大事なんですけども、例えばこうなりたい、ああなりたいっていう姿があったら、じゃあ今日から何ができるかっていうのを本当に今、今日に落とし込んでほしいんですよ。それがすごく大事だということですね。未来こうなりたいで終わってる人間は間違いなく何も変わりませんと。毎年毎年同じ目標を掲げることになって、目標達成率もすごく低くなると思います。はい。だからその目標に向かって今日何を頑張るか、どう行動するのか、もちろん失敗していいんですよ。失敗してもいいですけども、でその失敗を踏まえて、じゃあまた今日何を頑張るか、今から何をするかっていうのが大事だということです。僕自身は本当にこれを毎日毎朝、常に四六時中、寝る間も惜しんでって言ったらちょっと大げさかもしれないですけど、寝る時間以外は常に考えてる感じですね。常に目標を確認して未来をイメージしながら、じゃあ今何ができるか、でちょっと休憩する時もこれやりたい、じゃあ今何できるかみたいな感じで考えて動いていますね。はい、ぜひ参考にしてみてください。続いて11個目はですね、さっきの話と被ってくるところはありますが、明日やるより今からやるっていうことですね。これもすごく大事だと思います。もう明日やろうはバカやろうっていう言葉があるようにですね、僕のコメント欄にも行動することはすごく大事なんですよ。意欲が上がってモチベーション上がってよし明日からやろうっていうコメントとかもたまに来るんですけども、そうじゃないんですよ。もちろん明日からやるも大事なんですよ。大事ですけども、本当に人生変えられる人って今からやるんですよ。もうそこの思考の差ってすごく大きくて、やっぱりよしやろうと思った時が一番情熱とかモチベーションが高いわけですよ。で、明日になっちゃうと、例えば今日学んだことも明日になると人間の脳って半分ぐらい忘れるって言われてます。半分以上だったかもしれないですね。 74% だったかもしれないですけども、だからもう一回また復習しなきゃいけなかったりとか、明日になると当時ね一気にガッとモチベーション上がったのがちょっと下がっちゃったりとかするわけじゃないですか。だからやろうと思った瞬間にやるのが一番結果も出やすいし行動量もあるし、そういう日々の積み重ねをしてる人の方が僕は人生って変わるんじゃないかなって思います。だからちょっと具体的な数字は忘れましたけども、 1.01 の365乗と0.99 の365乗ってすごく大きな差が生まれるんですよね。そうだから本当に 0.01 の差なんですけども、わずかな差なんですけども、それが1年間続くってなると結構大きな差になるのは多分それがきっかけかなと。今日やる人と明日やる人、本当に1日違いじゃないですか。1日違いで人生80年100年って考えた時に1日たった1日の差ってちっちゃいなと思うかもしれないですけども、本当にそういう差って大きいなって僕は思ってます。だからさっきも言ったようにチリツモが大事っていうのはそういう理由でもあるし、もう明日やるっていう人はやっぱりほったらかしにもなりやすい、三日坊主にもなりやすいんじゃないかなと。もう今からやる癖をつけていけば、今からやるのが毎日続くわけじゃないですか。今日はこれをすると、毎朝トゥードゥーリストとか、目標とかね毎回見直して意識して
今日は何やる、今から何やる、今から何やるっていう風に動いていく人の方が、何回も繰り返しになりますけど人生変わると思うし、僕自身はそんな風に生きてきてね、人生変わってきたので、ぜひ皆さんね、もう明日やろうとかじゃなくて、もとにかく今からやるようにしてください。もう動画止めてもいいです。僕の動画を見ながら、そしていろんな本を読みながら、あ、これやろうと思った瞬間に動画を閉じて、本を閉じて行動するのが一番いいと思います。僕も普段そうしてます。動画を見ながら、例えばね、いろんな僕 YouTuber さんの動画見たりとかするんですけど、あ、これやろうっていうアイデア、行動のプランが出てきたら、もうすぐ動画消して YouTube 閉じて、ですぐに、まあ、トゥードゥーリストとかメモを取って行動するようにするんですよね。例えばお散歩する時とかも、リラックスする時とかも、ハッとアイデアが浮かぶ時あるんですよ。で、リラックスモードで、例えば30分間散歩しようとか、リラックスモードでいいよってね、もともと決めてリラックスモードに入るんですけども、パッと行動プランが浮かんだら、僕すぐにね、散歩切り上げて家に帰って、まあ、行動したりとか、本屋に出かけたりとか、まあ、いろんな行動するわけですよ。そう、だからとにかくやろうと思った瞬間に行動することが多分一番だと思いますので、ぜひね、そんな風にやってみてほしいなと思います。続いて12個目ですね。12個目は他人より自分を信じるということです。他人よりも自分を信じるということです。まあ、これちょっと人によって価値観変わってくるかもしれないですけども、やっぱり最後に信じられるのって自分だと思うし、やっぱり人のことばっかり信じちゃうと責任転嫁しやすいのかなって僕思っちゃうんですよ。やっぱりその他の人を信じてたのに期待通りにいかないとイラッとしたりとか、信用を裏切られたとか、なんかいろんな話になんかごたごたに巻き込まれるわけじゃないですか。だから最後に信じてるのは自分だと、全て自分の責任だというか、その自分の人生の舵取りぐらいはやっぱ自分で取らなきゃいけないと思うので、自分を信じるというのは大事じゃないかなと思います。まあ、自立するにも近いかもしれないですけど、だからもちろんね、お仕事をする上でやっぱりいろんな人をにお仕事振ったりとか任せたりとかするんですよ。だけどやっぱり自分がやらなきゃいけないお仕事とか、まあ、メインとなるお仕事、そのコアとなる部分ですよね、そこの舵取りはやっぱり他人に任せちゃいけないなっていうのは思ってるので、やっぱり他の人の影響を受けると、やっぱ自分もね、慌てふためくというか、その問題もどんどん大きくなりやすいし、まあ、そういうのはしたくないなと思ったから、まあ、基本的にそのコアとなる部分のお仕事は他の人に委ねるのではなくて、その自分に自信を持って行動するようにはしています。だからまあ自立にも近いんですけども、やっぱり自分の人生の舵取りは自分できちんとできるように、しっかりと自分も経験しておくというか、いろんな体験をするとか、知識とかスキルを身につける、自己成長する、自分磨きをするっていうのは、まあ、そういった意味でも大事ですよね。で、さらにやっぱり自分のことを信じられないと他人のことも信じられないと思うんですよ。自分のことを疑ってかかっちゃうと、周りもそうなんじゃないかって疑っちゃうわけですよ。で、周りも疑っちゃうと、やっぱり仕事をね、他の人に触れなかったりとか、結果自分一人でやることなんてもっと大変になっちゃったりとかするから、まずは自分を信じると。で、相手も信じる。もちろん疑う部分はあるかもしれないけども、まあ、極力信じてあげるところから、まあ、こう言うと偉そうに聞こえるかもしれないですけども、まあ、ちょっと表現難しいですけどね、自分を信じるところから始めるために、じゃあ自分を信じるためには、じゃあどこの部分を伸ばしていくか、まあ、長所を伸ばすのか、欠点を克服していくのか、スキルを身につけるのか、もう自信がつくまでとにかくひたすら行動していくのか、それは人にもよりますけども、僕は自分を信じられるようになったから、経験も積んできたし、実績もちっちゃくね、一人で積み上げてきたし、まあ、そういう自信から周りも信じられるようになったというか、まあ、周りがポカしてもこけたとしても、やっぱり自分に自信があるから、どうにでも軌道修正できるわけですよ。例えば周りがミスしたりとか失敗しても、あ、じゃあこうしてください、ああしてくださいっていう風に指示が出せたりとかするわけなので、うん、まあ何回も繰り返しになりますけどね、他人を信じるっていうよりも、まずは自分から、自分スタートでやっていくっていうのはすごく大事だと思います。では続いて13個目はですね、お金は貯めるよりも投資しましょうということですね。お金は貯めるよりも投資をしましょうということです。まあ、当然ながら生活防衛資金とかの貯金とかお金を貯めることってのは当然大事だと思います。例えば結婚資金とか何かに挑戦するために必要な金額があって、そこを目標に何かお金を貯めるっていうのはすごく大事なことではあると思うんですけども、まあここ数年僕が思ってきたことは、お金を貯めても何にも始まらないなと。まあスタートとしては大事なんですよ。だけどお金を貯めててもそのお金って死に金になっちゃうから、結果金属と紙切れなんですよ。だからお金って使ってこそ、移動してこそ価値が生まれるわけですよ。何か得られるものがあるわけですよね。そう、だから自己投資っていうのも大事、自分磨きに使うっていうのも大事だし、例えば自分のビジネスとかお仕事、まあ、それこそ本業、まあ、会社員であっても、
フリーランスであっても自分のお仕事、仕事道具とかね、仕事につながることにお金を回すっていうのもそうだし、あとは老後のためのイデコとかニーサだったりとか、まあ、インデックス投資ですよね。そういったところにもお金を回して、まあ、将来的にリターンを得られるようなお金の使い方をするっていうのが多分一番大事だと思いますね。まあこれ本当に人それぞれね、そのバランスって人によって違ってくると思うんですけども、昔は僕浪費家 でその時代があったからめっちゃ僕貯金頑張ったんですよ。だけどお金は貯まるけど人生を進むスピードが若干遅くなった感覚があったんですよね、一時的にですけど。これだとあかんなと思って、ちょっとずつ自己投資だったりとか、それこそ副業、まあ、YouTube に投資したりとか、あとは最近だと、まあ、老後のためのインデックス投資とかっていうところにどんどんその将来のためにお金を使えるようになって、どんどん自分のスキルアップとか行動とか成長とか体験とか経験とか、そういったところにお金を回せるようになったから、投資にお金を回せるようになったから、本当に徐々にではあるんですけども、人生が変わっていくスピードが加速度的になってきたかなって思います。なのでお金は貯めるより投資をした方が間違いなく人生変わりやすいということですね。ということで最後14個目ですね、今日から生き方が変わるミニマリストの14の思考は、減らすと何事も美しくなるということです。減らすと何事も美しくなるということです。これはたまに言うことなので、皆さんもしかしたら知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、結構何事も引き算すると何でも美しくなるなって僕思った時があったんですよ、ふとね。例えば女性であれば脱毛もそうじゃないですか、やっぱ毛があるとちょっと美しくない、汚いっていうイメージある方きっと多いと思います。で最近だとメンズエステというか、あの男性もね、あの脱毛する方増えてきてますけど、やっぱりの無駄毛というか無駄なものがあるとやっぱり汚いとか無駄だとか、なんかその心がなんかモヤモヤするというか。だけど毛をなくすことによって、まあ、毛も無駄じゃないんだかもしれないですけど、やっぱこれも引き算じゃないですか。であとは断食ですよね、食事をあえて減らすことによって体が整うというか、ダイエット、無駄な脂肪が減るというか、腸の中が空っぽになって肌の調子も良くなったりとか、まあ、あと肌断食とかもあるみたいですね。これもいわゆる断、断つ、断食するとか肌断食をするとか、あとまあ断捨離もそうかもしれないですけども、何かを断つそして減らすっていうのはやっぱ美しくなるための一個のプロセスというかステップなんだなって僕思ったんですよ。でさらに美術館に関しても無駄なものないから、やっぱあの空間ってなんか特別ですよね。なんか洗練されたというか美しいってやっぱ思うじゃないですか、まあ、美術館の美ってあの美しいっていう感じだから、まあ、そういうのもあると思うし、あとはダイヤモンドもそうですよね。もともとその原石って本当石っころじゃないですか、もう本当これダイヤモンドになるのみたいな感じのものだと思うんですけども、原石って、ね、だけど削っていくともうすごい綺麗に輝くじゃないですか。だから宝石もしっかりやっぱ削っていく、減らしていくとやっぱり何事も美しくなるんだなと。でこれお部屋でもそうだし、自分自身もそうだと思うんですよ。まあ、今回の動画のまとめに入ってきますけども、やっぱりその着飾っていろんなものをね、飾ったりとか、それこそアクセサリーつけまくったりとか、指輪しまくったりとか、着飾るとやっぱり美しくなくなっていくわけですよね。自分のその自信もなくなっていくと思うし、その着飾るものありきでなっちゃうから、だからどんどん減らしていくと内側からまあ自信が出てきたりとか、必然的に自信になる要素を見つけようともしますしね。あとは例えば人間関係もしっかり、そのお部屋にあるものもしっかり、どんどん引いていくと人生がシンプルになって、まあ人生そのもの、生活そのものも美しくなっていくのかなっていうふうには思います。まあ、それこそ僕普段ブログ動画とか撮らないですけども、おそらくまあ撮ったらなんかこんな生活に憧れます、まあ、昔撮ったことあるんですかね、こんな生活に憧れますというか、まあ、周りから褒められるようなまあルーティン動画というか、まあその生活を送ってるのかなって僕は思ってるんですよ。そんな風にやっぱり引くことで暮らしも整えますし、体も整っていくし、まあ、ありとあらゆること、まあ、お部屋もしっかり、人間関係もしっかり、お仕事もしっかりですけども、減らすとやっぱり何事も美しくなると、結果が出てくるというところで、ぜひ引き算思考でね、普段から生活するといいんじゃないかなって思います。で当然ながら何でもかんでも引けばいいわけじゃなくて、何を最小化して何を引き算して何を最大させるか、何を足していくかっていうのが大事なので、まあ、そのメリハリをね、意識しながら、まずは引き算する、引き算した後に何を足していくかっていうのを考えることがすごく大事だと思います。
ということで本日の動画は以上になりまして、長々と話してきましたけども、今回の動画では今日から生き方が変わるミニマリストの14の思考についてお話をしてきました。ぜひ共感した部分、参考になった部分がありましたら、明日からじゃなくても今日からですね、今から行動するようにしてみてほしいなと思います。で、最後告知です。7月17日にミニマリスト交流会をやりますので、ぜひ興味のある方、参加したい方はコメント欄チェックしてみてください。おそらくこの動画も数日後、もしかしたら数週間かかるかもしれないですけども、気づかされますので、ブログもチェックしてみてください。概要欄に書いてあります。では本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。